今日はマタイによる福音書の9章14節から17節を通して、イエスにある生き方、イエスにある新しい生き方ということをご一緒に考えてまいりたいと思います。当時は断食をするというのは宗教的な大切な実践とされておりました。しかしイエス様の弟子たちは断食をしていなかった。そこでヨハネの弟子たちはその理由をイエス様に質問しました。そうするとイエス様は婚礼の例えを示して、喜びの時には悲しい顔をして断食をする必要はないと言われ、主にある生き方について3つのことを教えてくださいました。まず第一に、イエスにある生き方は喜びで満ち溢れたものであるということです。それは悲しい生き方ではありません。ヨハネの弟子たちもファリサイ派の人々も神様に対する自分の熱心さ、信仰の深さを断食というその行為によって表していました。特にファリサイ派の人々は週に2回も断食をしていたといいます。これに対して、婚礼の時に花婿がいるのに悲しむことはできないとイエス様は言われました。婚礼の時、それは人生で最も大きな喜びの時とされています。周りに集まった者も心から喜びます。すなわち花婿であられるイエス様が共におられるので、悲しい顔は必要ないということなのです。イエス様を信じる生き方は悲しい生き方ではありません。そしてイエス様がおられるので、そこには喜びが満ち溢れています。人生の最高の喜び、それはどんな時にもイエス様が共におられるということです。いろいろなことが起こっても、その一つ一つの中でイエス様は共にいてくださり、私たちを力強く導いてくださいます。伝道者パウロは、最も苦しい時に喜びの手紙と言われるフィリピの信徒への手紙を書きました。そしてイエス様を信じることは喜びであると何度も何度も繰り返しました。フィリピの信徒への手紙4章4節、主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。彼は喜びの秘訣が主イエスにあることを知っていたのです。イエス様を信じて生きる。その時に何が起こっても喜びが溢れてきます。イエス様は人生の喜びの源ということができます。ネヘミヤ書8章10節、彼らはさらに言った。行って良い肉を食べ、甘い飲み物を飲みなさい。その備えのない者にはそれを分け与えてやりなさい。今日は我らの主に捧げられた聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜び祝うことこそ、あなたたちの力の源である。主を喜び祝うことこそ、あなたたちの力の源であると言われています。第2番目に、イエスにある生き方は新しい生き方です。すべてが新しくされます。私たちはイエス様を信じたときにすべてが新しくされました。生き方そのものが180度変えられたのです。それまでは自分中心であったものがイエス様中心になる。決して一部分だけが新しくなったのではありません。コリントの信徒への手紙に5章17節。だから、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。新しい布切れで、古い布切れの継ぎ当てはしません。それは、新しい生地が古いものを引き裂いてしまうからです。イエス様を信じた時から私たちは古い生き方と決別しました。そして全く新しく作られました。新しく作られたものはいつも主イエスを中心として生きます。そしてイエスを中心として生きるということは、イエスを着て生きるというふうにも聖書は表現しています。
新しい生き方は律法に支配された苦しい古い生き方とは違います。イエス様はその苦しみから解放してくださり、しなければならない生き方からすることのできる喜びの生き方に変えてくださいました。私たちはいつもイエスを着た神の子としての新しい生き方で歩みます。ガラテヤの信徒への手紙3章26節7節、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。イエス様がすべてを新しくしてくださったことに感謝し、いつも主イエスをまとって歩みたいと思います。そして第3に、イエスにある生き方は生き生きとした生き方です。そこにイエス様は力強く働いてくださいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋の中で生き生きと発酵します。イエスを信じる生き方もいつも生き生きとしています。そしてそのような生き方が他の人々をも神様のもとに導いてくることになります。私たちも主イエスにあってこの力をいただき、すべてが可能であることを知ります。フィリピの信徒への手紙4章13節、私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。生き生きとした生き方で不可能を可能にしたいと思います。そしてその生き生きとした生き方は本当の自由を与えられることによってもたらされるものです。イエス様を心の中心にお迎えするときに、私たちは真の意味で自由を得ます。ガラテヤ書5章1節、この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。罪から解放された者は本来人間のあるべき姿である神と共に歩む生き生きとした生き方に導かれます。イエス様を信じて自然にこの生き方をしていると、人は神のもとに導かれます。この恵みに感謝し、イエス様の御力によってその与えてくださった自由の中に生き生きとした生き方をしたいと思います。イエスにある生き方、イエス・キリストを信じる信仰の生き方は喜びで満ち、新しく生き生きとしたものであるということを、今日の聖書の箇所から私たちははっきりと示していただけるのではないでしょうか。イエス様にある生き方を今週も続けてまいりたいと思います。